石川光雄は、日本の政治家。元秋田県片上市長、元天皇町長、秋田県片上市出身。1958年3月、秋田短期大学附属高等学校卒業。同年4月、天皇町役場に奉職。1995年9月、同町助役に就任。1999年7月、桜庭都郎町長死去に伴う。 天皇町長選挙に出馬し、元天皇町議を下し、初当選。2003年、再選。2005年3月22日、天皇町、飯田川町、昭和町が合併し、片上市が発足。これに伴って、天皇町長は失職も、同年4月17日に行われた市長選挙に、元秋田県議の候補を下し、初当選した。2009年、 無投票で再選。2013年、元市議の佐藤義久を破り参戦。2016年末には、翌2017年の市長選に出馬を表明していたが、年明け直後に出馬を見送り引退することを表明。後継に、元文部科学省私学館で、元天皇長議会の議長だった、藤原寛一の孫にあたる藤原一世を指名した。藤原は、 同年4月9日投開票の選挙で、元市議の候補を下して初当選した。ありがとうございます。